全国の御朱印ニストの皆さん、こんにちは。えのきジョージ改め、えのきジョージです。前回の動画、坂倉磯崎神社の動画を見てくださった皆さん、ありがとうございました。あの常緑紅葉樹林の長い参道や、個性的な狛犬だったり、幸運のなでがめがとても良かったですね。宝くじの高額当選のご利益もあるってことで、なでがめさんをめちゃくちゃなで回してきましたよ。まだ見てないよって人は、ぜひ見てくださいね。さて、今回も前回に引き続き、ひたちなか市の神社、堀出神社です。最近では、干し芋神社として、テレビ番組でも紹介されたりと、とても人気の神社なんです。それではご覧ください。どうぞ。堀出神社と干し芋神社。茨城県ひたちなか市に鎮座する黄門様とゆかりのある神社。寛文11年、西暦1671年8月13日にまだ14歳だった御神義高が記した由来記によると、現在の坂倉磯崎神社を挟み前浜平磯両村の境界論争が続いていた。遡ること寛文3年、西暦1663年の8月13日に御神義為、前浜村庄屋八重門、組頭太郎右衛門などが見聞の際に石楼が発見され、その中から刀、折れた脇差し、槍、矛3枚、矢の根、具足、唐金2枚、天目などが出土した。この品々は水戸城中へと送られると、戦議の結果、磯崎明神の本体であろうと結論付けられ、前浜村鎮守を望む地元の意向を汲んで御神義為が小さな社を建てたのが始まりとされている。また同11年正月、寺社奉行北川原神五右衛門、山形源七、横田庄三郎らの計らいにより水戸藩の許可を得て、同年8月13日に社殿造営の竣工、遷宮式が厳守されたという。それが今よりおよそ350年前のことである。古くはこの辺りに古墳があったとされ、円筒埴輪などが発掘。御神体である御神橋は、藩主徳川光圀公により奉納された。よって社名は、掘って出たことにちなんで、堀出神社と命名され、学問、厄除け祈願の八幡様と信仰され、今日に至る。現在ある拝殿は、彫刻などは創建当時のものだが、鎮座300年を記念して、平成8年に改築されたもので、まだ新しさを感じるが、美しい造りである。堀出神社本殿。こちらも拝殿と同時期に修繕された。
施された彫刻も実に見事ですね。境内社、こちらには主だるの御事と賢根の御事を祀る第六天神社と、つくよみの御事を祀るつくよみ神社、宇賀の御霊の御事を祀る稲荷神社、そして穂牟田分の御事を祀る南山除社がある。そしてここには欲しいものはすべて手に入るという御利益を得られる珍しい神社がある。その名も干し芋神社。見てください、この鮮やかな黄金の鳥居、たくさんありますね。干し芋といえば茨城県の名物として知られています。この神社の創建は元号が令和になってから、まだできたばかりの新しい神社です。堀出神社の宮司さんが3年前に発案した、茨城県が干し芋の生産量日本一となった記念でもある神社。笠間稲荷神社より11月11日午後1時に御霊を賜り祀るという一にこだわった創建で、農業、漁業、ものづくり、すべての産業にご利益がある、みんなが幸せになるみんなの神社として建てられた。そしてここには子宝のご利益を得られると言われている御神木がある。樹齢380年のタブノキ。なんと男性器とそっくりな形を持つ巨木と女性器とそっくりな形を持つ巨木が仲良く隣り合わせに立っている。数年前、なかなか子宝に恵まれなかった女性がここで祈願をしたところ、無事子宝を得たという。このことがあり、そのご利益は確かなものとして多くの参拝者が訪れている。金と銀の卵を撫でて鐘を鳴らせばご利益を得られそうですね。拝殿の中へも案内していただきました。一通り参拝を終えたら授与所にて御朱印を。伊賀干し芋神社、ようこそご参拝ありがとうございます。普段はちゃんとした神主の格好してますけど、はい、これからもまた参拝に行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。少しずつ進化していきますから、今度は芋畑も作る予定でいますので、はい、この次来るときにはもう少し鳥の数を増えて来ると思いますのでね、また参拝してください。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。堀出神社、そこは黄門様ともゆかりのある古の宝物が掘り出された神社であり、この令和より始まる未来へと続く神社。ぐるるるバーン。
いかがだったでしょうか。堀江神社、宮司さんもとても気さくで、いろいろとお話を聞かせていただきまして、もうとにかくね、お人柄が良くて、またあの宮司さんにお会いしたいなぁと思わせる方でした。本当にいい人。それから干し芋神社の黄金の鳥居もとても印象的でしたね。またね、宝物が掘り出されたということで、堀江神社という社名もね、当時にそういうことが本当にあったんだなぁと、歴史に触れることができたように思いました。この堀江神社の社地及びこの周辺地域というのは、前山古墳群と呼ばれていまして、この地が元々から神聖な地だったっていうのがわかりますよね。前回ご紹介した坂倉伊佐崎神社から、だいたいね、1キロぐらい。車だと5分ぐらいですかね。歩いて行っても15分ぐらいで行ける距離です。大洗伊佐崎神社から坂倉伊佐崎神社と行って、この堀江神社とサンセットで巡られるっていうのもいいかもしれないですね。しかしこの干し芋神社っていう社名、珍しいですよね。この令和に入ってから創建されたっていうことで、もう最近ではテレビとかでもね、いろいろご紹介されていますんで、あの連なった黄金の鳥、これ見たことあるっていう人いるんじゃないですかね。絵の具もね、写真で見たことあるぐらいですからね。茨城県といえば干し芋でしょ？まあ名産品ですよね。だから干し芋神社なんですね。こちらの神門っていうか、御門ですよね。これがね、干し芋にちなんで、星をこの星にしましてね、その星の中にこのシワを入れることによって、この星芋を表現してるというね、そういう部分もね、とてもユニークですよね。その干し芋から、欲しいものはすべて手に入るというご利益がね、これを得られるというのも、なんていうか言霊と言いますか、それからなるご利益で、強く心で願うことによって、自分自身を欲しいものに近づける力を与えてくれるというね、それを高めてくれると言いますか、素晴らしいことですよね。で、この干し芋神社のデザインを担当したというのが、アートディレクターの佐藤拓司。この佐藤拓さんという人が全てのコンセプトを担当して、それに基づいて建設されたんだそうです。実際にとてもアーティスティックで、やっぱりね、金という色はね、金運だとか信念だとかを輝かせる力があると言われていますから、このね、黄金の鳥居をくぐるだけで、なんだかね、とても大きなご利益を得られるんじゃないかなっていう気持ちになるんですよね。いや、本当にこの奥にある御神木もすごかったですね。まあ、何がすごいかっていうと、柵に囲まれてちょっと見えないんですが、いや、脇の方からはちょっと見えるんですけどもね、正面からは隠れてるんです。で、この囲いの中を見ると、確かにね、男性と女性のあれみたいになってるんですね。それがね、向き合っているんです。これはね、実際に見に行ってください。これは2、3年前ぐらいの話なんですけどもね、この神社に通う当時47歳の女性が子供がなかなかできずにいたんですって。で、この御神木に祈願をしたところ、子宝を授かったんですが、それが双子だったそうで、ここにはね、この金と銀の卵が置かれるようになったんですって。他にもね、たくさんの人たちがここで祈願をして子宝に恵まれたってことで、そのお礼に来るっていう人もね、本当に増えているんだそうです。ルルルバー。それでですね、こちらの宮司さんにですね、前半の本編の方でも少しお見せしましたが、拝殿の中を案内していただきまして、なんと今回 YouTube 初公開の社宝を見せていただきました。これが光圀の像なんですけど、ここにふさわしいってことで作ってくれた像です。素晴らしいですね。これが光圀の像なんですね。それからこちらが光圀公が掘り出した、これ円筒針なんです。自信があるんでやってますけど、これが円筒針なんです。当時こんなのを掘り出したんですね。すごいですね。もう1000年以上経ってるんでしょうね。こんなに暑いんですよ、これ。さっとの結構ですよ、ね。いいんですか？いいですよ。暑いです。暑いでしょう。本当だ。これは誰もまだ YouTube に前も進めませんから。じゃあ今回初めて。初めてですね、これはね。ミスピンコの像もそうですよ。素晴らしい。表に出てる彫刻は全て江戸時代の彫刻です。日光東照宮の造営の頃に彫刻師はこちらも回って掘ってくれたんですね。それが今でも残ってますんで。素晴らしいですね。いやー、本当にありがたいですよね。これね、今回 YouTube 初公開ということで、発見された社宝の円筒埴輪、そしてね、光圀公のね、ブロンズ像、すごいですね。円筒埴輪はこれ古墳時代のものですよね。1000年以上の前のものですよ。ああいうものに触ることなんてめったにないことですから。いやー、本当にね、めちゃめちゃ緊張しました。とても綺麗な状態で残っていて、博物館とかで見るのと違って、神社の社宝として拝見するのはね、もうね、とても感動が大きかったですよ。
埴輪っていうとね、人だったりだとか、馬だったりとかね、大体皆さんが知ってるのはそういうものかなと思いますけれども、こういう形の埴輪もあるんですよね。遺跡とか古墳とか本当に大好きなんで、めちゃめちゃワクワクしちゃいましたよ。ぐるるるだーん。続いて御祭神です。堀出神社の御祭神は、ホムタワ家の御事。つまり、第15代王神天皇。渡来人を用いて国家を発展させたとされる天皇で、中世以降は軍神、八幡の神として武家や氏族から信奉されてきました。父は中愛天皇、そして母は神宮皇后。三冠征伐を成した戦いの女神を母に持つ神様です。そして干し芋神社の御祭神は宇賀の御霊の神、つまりお稲荷様です。食の神であり商売の神様。笠間稲荷神社より御霊を賜りお祭りされています。他に干し芋の創設者の一人である小池吉兵衛さんをはじめ、こちらに刻まれた人物はこの地の干し芋作りに貢献した人たち。それが干し芋の神様としてこちらに祀られているんですね。御朱印。はい、こちらが堀出神社の御朱印でございます。こちらはですね、この裏の方がですね、はい、シールになっているんですね。これ便利ですよね。最近こういう御朱印増えてますよね。はい、そしてこちらが干し芋神社の御朱印です。こちらもやはり後ろがシールになっていまーす、ね、いやー、こういうシールになってるとすぐにね、その場で御朱印帳にも貼れますし、とても便利ですよね。こちらの御朱印の頒布は書き置きのみということでした。えのきが言った11月の初旬にはまだなかったんですが、最近こちらのオリジナル御朱印帳が頒布開始されました。表紙の堀出神社の方は鮮やかな水色で、拝殿とその下には波模様、干し芋神社の方には黄金の鳥居と、下の方には芋が描かれています。いやー、いいですね、この御朱印帳。次行った時にはね、こちらの御朱印帳もいただきたいものですね。で、ここ干し芋神社の名物の干し芋、この神社の敷地内に休憩所があるんですけれども、その中に干し芋の自動販売機があります。この干し芋の自動販売機って珍しいですよね。よくね、ディンシュパンとかが入ってる自動販売機と、この同じような形式なんですけれどもね、これをね、買って帰って美味しくいただきました。めちゃめちゃ美味しかったですよ。今まで食べてきた干し芋の中で一番かもしれない。いや、大げさなしで。そして、干し芋だけじゃなくて、かりんとうとか、クランチホワイトチョコレートもあるんですが、これがまた美味しかったです。かりんとうとチョコレートも、ちゃんと干し芋の存在感の主張がありまして、あ、確かに干し芋だってなりますよ。どれも美味しいので、参拝に行かれる際にはこのね、干し芋買って帰ってはいかがでしょうか、うん、今回は茨城県ひたちなか市に鎮座する堀出神社、そして干し芋神社のご紹介をさせていただきましたが、他にもたくさんの神社仏閣のご紹介、それから御朱印のご紹介をさせていただいております。よかったら別の動画も見てくださいね。それから最近ではセカンドチャンネルの方で、えのきじょうじが描いた神様の絵を使って日本神話について語ったりとかもしております。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。そしてね、登録もお願いします。それでは次回も元気にお会いいたしましょう。ぐるるる、バーン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。Twitter、Instagram をやっています。詳しくは説明欄をご覧ください。コメント、高評価などいただけたら励みになります。セカンドチャンネルも見てくださいね。